岡ソフトバンクホークス対中日。さあ、そしてバッターボックスには吉田が入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏には先制のランナーを置いています。早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ホークス1点を先制しました。ライトオーバー。打順は1番に帰ります。バッター後藤。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。2アウトランナーありません。見逃して三振です。3アウトチェンジ。バッターボックスは3番菊池。今日はまだ当たりがありません。フォアボールのランナーが出ています。力のあるストレートですよね。はい、外のストレートがストライク。ノーボールツーストライク。落ちる球を持ってきました。さあ、5球目は何か。惜しいですね。決まったかと思いますよね。はい、際どいが、あっとファー。今日は見事な完封で白星を